はい、こんばんは。山里と申します。あー、降ってきたな。降ってきたな。今どこにおるかというとですね、四日市市日永西二丁目のローソンですね。ローソンにいましたよということなんですけどね。今日ね、とにかくね、まあね、のっけからね、とにかくね、もうね、こんな天気なんだ。今ね、AI 調整で多分、音、だいぶノイズキャンセリングで、性能が良くなりましてね、意外とこの雨音もね、ほとんど入ってないんじゃないかなと思いますけど、今、すごい雨でございます。そんな嵐の中ね、何をやっていこうかというと、新企画というか、1年前の企画ですね、のリベンジという、リベンジというか続きという形ですね。1年前、ちょうどお盆の時期ね、今ちょうどこれ8月の、10何日やったっけ、お盆の、ど真ん中になっております。お盆のど真ん中に、やってた企画っていうと、今日はね、JR 西日本、ターミナル駅完全制覇のためですね。あれをやっていて、まあ、それのね、続き行けてなかったところをね、回ろうという企画だったんですけど、予定だったんですけど、ちょっといろいろとね、予定が狂いまして、このお盆、今年のお盆、これが上がってる時は、ちょっと皆さん音声かけてるかもしれませんけど、思い出してください。このお盆、もうとにかく台風直撃なんです。台風7号がね、大直撃をしておりましてですね、とてもこれ撮影できねえぞと。よりによってですね、西日本じゃないですか、JR 西日本。もうど真ん中来ちゃいましてね。今日もね、実はね、これね、今からね、さーっとね、高速乗って向こう側の方にね、あ、そう、車でね、向かっていこうと思ってるんです。基本ちょっと車移動っていう形でないとね、ちょっとね、日程が消化しきれんなということで、うん。なったんで、本当はね、今日の昼、朝方からね、もう早朝から出かけてと思ってたんですけど、もうど真ん中だったね、台風の。さすがにちょっと出かけれねえなと、なりましたね。ちょっと自宅待機をしましたんで、今日の夜から、ですから、もうほぼ丸一日分、実は、時間ロスってしまっておりまして、それのね、回復もしないということなんで、大変なんですけど、ちょっとね、おさらいをしていきましょう。ね、前回ね、いろんなところ回りましたけど、結構残ってるんですよね。JR 西日本は、どこに行った？しまった。あれ、一覧リストって作ってなかったっけ？これ。ああ、そうか。いいや。ですね、覚えてる限り行きましょう。行ったところが、いや、見ないとわかんねえな。ダメだ、メモ、残ってねえよ。待てよ、思い出しますよ。どこ行ったっけ？せめて地図見るか。ぐだぐだになってるけど、よし、開いたぞ。行ったところが、まずは、岡山の宇野か。宇野行って、宇野の次が遠いんだね。秋亀山、宇野秋亀山、あとどこ行ってる？以外が行けてないのか、意外と。で、次が仙崎、仙崎、境港、仙崎と境港は行ってますね。で、ずーっとそのまま夜中から戻ってきて、どこ行ったっけ？桜島と JR ナンバー桜島は、行きましたよと。で、あと別日に、九頭竜湖ですね。越美北線の九頭竜湖は、別の客で行ってます。まあ、それはもう先に流れてるんですよ。実は今、これ撮ってる段階ではまだあれが流れてないんですよね。もう今、半年以上、だいたい7ヶ月ぐらいディレイしてるのかな？撮影からの間が。ちょっとね、飽きすぎちゃってるんでね。ちょっとね、実はこのお盆までの間はなるべく撮らないようにして、毎日更新で、ね、ちょっとまあ2ヶ月、3ヶ月遅れぐらいでね、ワンシーズン遅れぐらいでね、一応出せればなと思ってるんですけど、ちょっとね、いかんせんね、処理が落ち着いてないということで。で、いう中で、あと残ってるところがいっぱいあるんですよね、まだ言って。まず一つ目が和倉温泉、あと氷見、このあたりは、富山、石川あたりですかね。で、あと、上丹かな上丹線ですよね、上丹かな、があって、北陸エリアがそんだけ残ってるでしょ。で、あとは、桜島行ってる、東羽衣も、大鳥線か。東羽衣も、関西空港、和歌山市。で、あと、わらみさきですね。もう残ってますよと。
いう状況ですね。で、あと、ドーンと離れたところで、これですね、長友テーマ、これがね、上のね、真ん前まで行ってたんですけど、結局乗れずということだったんで、この辺りをね、なんとか潰さないといけないんですよ。いかんせん三角形にね、西日本を三角形に、こう、ドンと、ほぼ全域を、網羅するような形なんで、これね、電車でね、新幹線とか使ったら、あれでしょ、飛行機とか新幹線使えば別なんですけど、そうでないとね、ちょっとね、かなりきついぞと。いうことなんで、今回は基本車移動で、で、まあ、道中、電車使えるところはね、ちょっと電車を使ってね、ちょっと、一応区間だけでもね、とか、ちょっと移動したりとかして、いろいろとね、回っていきたいなと思っております。ということなんですけどね、まあ、この天気でっていうのもあるんでね、とりあえず長友富山だけで最悪、これ一駅だけ潰すっていう企画にしたってもいいかなと思ってますんで、とにかく、もうこんな時間になってしまったんで、じゃあもう夜のうちにもうぶっ通して運転して、朝一長友富山を取ってしまって、そこから考えるという手もあるんで、それで行こうと思います。で、いう感じで行こうと思って、じゃあ新名駅でもうズトンと行ってやろうと思ってたんですけど、なんとね、この台風の影響で新名神高速道路が、通行止めということでね、いやもうね、どうにもなんねえや、これ。もう。なんで、まあ、名阪国道から回っていこうかなと思います。あっちの方も大丈夫なんかな。なんかちょっと、なんとも怪しい感じですけど。まあ、もしね、行くまでの間にね、亀山を向かってる間にね、名神高速、新名神がね、開通するんであればね、再開してるんであればね、そっちの方通っててもいいんでね。一応、そのあたりで考えておりますよ、という感じでございます。ということでね、これがね、ダーッと進んでいきたいと思うんですけど、道中でね、まぁ、ちょっとね、山田もこもこの撮影とかもね、やっていかないとっていうことなんでね、まぁ、今回ですから、ちょっと外食というよりね、車の中でね、こう、パッてね、撮れるようなものをね、がメインになっていくと思います。ということなんで、早速ね、まぁ、とりあえず、スタンドって言って、とりあえず撮れなく作っとかないとね、1日2本ね、ずっと更新してるっていうことはね、最低1日2本、動画で上げれるものを食べないといけないんですよ。それが結構大変でね。だから、ちょっとふりかけご飯作ってね、パパッと、済ませましたとか、そんなんではね、ちょっとね、さすがにね、あれなんでね、既製品を食べるとかっていう風になってくると、もう最悪もうふりかけご飯に出そうかなと思ってますけどね、そういう感じになってますんでね。まあ、それぐらいちょっとね、なかなかね、間に合わない。よいしょ。っていう感じなんで、よいしょ。よいしょ。こんな感じで撮れるところでね、撮影してね、やってかないと、週にとにかく14本何かしら食べたのを、ね、取ってかないとね、ショートしちゃいますんでね、ショートなのにね、っていう感じなんでね、やっていきたいと思います。いい卵サンド、あ、ツナ卵。では、いただきます。こんな感じで撮影してるんですね。最近分かったんですよ。このね、破るところとかね、なるべくね、映すようにして取れなくて。ああ、ごちそうさまでした。こんな感じで撮影しながらね、ぼちぼちとやっていきたいと思います。簡単なやつもね、入れながらね。できればね、ご当地物とかね、ちょっとスーパーで買って、食べたりとかもね、していきたいなと思ってますけど、まあ、どれぐらいいけるかわかりませんからね。相変わらず、当てずっぽですからね。さあ、じゃあね、カメラ前に返して、まあ、まだガソリン入れてからなんですけどね、ガソリン入れるところまでは飛ばしちゃってもいいのかな。まあ一応カメラ回しておくか。いや、そんな感じで行ってみたいと思います。ではね、早速、他にもね、実は間でね、いろいろ企画できればと思ってますんでね、そのあたりもね、いろいろと撮れればと思う。なんとなく思ってますんで、なんとなくですけどね、やっていきたいと思います。では、早速行ってみましょう。よいしょ。